今回の動画を見ることで、滑るときどのような姿勢を意識すればよいのかが分かります。これが分かればどんな斜面でも楽しくなります。何の知識もなく何気なく滑っていたという人は、難しい姿勢であえて滑っているのかもしれません。今年の冬、うまく滑れるようになりたいと思った人は、この動画を最後まで見てください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はフリーランの時の基本姿勢というテーマでお届けします。結論から言うと、基本姿勢はとても大切です。なぜなら、基本姿勢が分かっていないと、カービングがやりたい、パウダーを滑りたいなど、普通に滑ることから一歩前に進むことが難しくなるからです。どういうことかというと、滑っている時の根本的な基本姿勢は変わりません。それから滑りの質によって、どのように応用を効かしていくのかが重要になってきます。ですから、基本姿勢さえ押さえておけば、自分が望んだ滑りをやりたいと思った時に、ちょっと滑りを変えるだけで一気に上達できます。しかしながら、基本姿勢が理解できていないという人は、カービングならカービングを一から練習しなければいけないと考えてしまいますし、パウダーなら特殊な板を用意して、特殊な滑りができないと滑ることができないと勘違いしてしまいます。そんなことはありません。私の伝えているダックスタンスカービングの理論は、いろいろな滑りに応用が効きます。今回の動画を見て、あらゆる斜面を自由に楽しみましょう。今回の動画は、昨年好評だった動画のリメイク版となっています。字幕を入れて余分なところはカットし、見やすくしました。今年の冬の予習復習のために、ぜひご活用ください。一度だけでは理解できないこともあると思うので、お気に入りに入れて何度も繰り返し見てください。それではレッスン動画をご覧ください。どうぞ。フリーランの基本姿勢を、これはカービングに限らず、フリーランって考えた時に、パウダーを滑ったりだとか、もちろんそのグランドトリックやりますよだったりとか、いろんな要素に全て共通した膝の使い方、基本姿勢になってくるのでね、自分の滑る環境に合わせてね、またさらにね、応用を効かせていってもらえたらと思います。まずポイントとして3つだけ押さえてあげてください。1つ目は重心の位置、膝の使い方、上半身の位置、ね、この、3つをちょっと今日は意識してね、覚えてもらいたいと思います。それをコントロールすることで、いろいろな、ね、滑りがね、さらにね、楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いします。結論から言うと、重心を前後、ノーズとテールで考えたらどっちにあった方がいいっていうと、テール側です。じゃあその重心の位置をコントロールするために、基本姿勢を、ちょっとね、やっていきたいと思うんですが、まず進行方向スノーボードって見る必要ありまーす、ね。それじゃないと危ないですからね。はい、目で視界を確保することで進んでいくところがね、危なくないかどうかっていうのをチェックしていきます。なんで、まず前見ます。前見を見るときに、じゃあ、顎だけ向けても、前ってそもそも向けないですよね。みんなもちょっと肩そのまま固定して、はい、左見て、あ、左が前を見てもらいたいと思うんですけど、全然背中側全く見えないと思います。なので、もっと視界を開いていくために、どんどん見ていくと、もう肩回さなきゃいけないですよね。肩を回していくと、だんだん視界が開けてきます。でもまだこの辺見えないですよね。じゃあもっと見えるためじゃ、今度腰回していきます。そうすると一気に視界が開けて、板に対してほぼ真横のぐらいまで見えるようになってくると思います。ね、で、視界が広くなればなるほど、人間の体には余裕が出てきます。まあ、体というか気持ちに、脳みその中が余裕出てきます。で、人間って見えないものに対してものすごく恐怖を覚えるので、見えない方向に滑っていくっていうもの、もの自体が体が縮こまってね、すごくコントロールしづらくなってくるんで、まずは見ていく、ね、情報をいっぱい手に入れる。で、見るためには今言ったように目だけ持ってっても全然見えないので、体全体をひねっていって見る必要があります。じゃあこの時に人間の体の構造で、そもそも膝をガニ股にしてみてください。みんな無理やり、それで思いっきり振り返ってみてください。どこまでいけますか？はい、ここ覚えてくださいね。自分のいける限界値。じゃあ次は無理やり内股にしていってみてください。わかります？この違い、内股とガニ股、体のねじれる角度って違うの分かると思う。足の位置は変えずに自分のスタンスぐらいね、つま先ごと変えないで自分のスタンスぐらいの位置に足を置いた状態で、膝をガニ股にしてひねった状態と、膝を内股にキュッとしてひねった状態を見てあげてください。そうすると腰のねじれって変わるのが分かると思います。人間そもそもガニ股にすると腰のねじれがロックされてしまって、自由に動かなくなってくるので、内股にした方がそもそも
体って可動域上がるよね、それだけコントロール精度上がるよねって感じになってくるので、じゃあ滑ってる時にどういう姿勢をとっていくかっていうことなんです。これ重心とちょっと合わせて考えていきたいんですけど、先ほど板の上に重心があった方がいいよっていうね、このつま先とかかと側で説明したんですが、じゃあ今度内側に膝入れた時に重心を前後、ノーズとテールで考えたらどっちにあった方がいいっていうと、テール側です。少しでも後ろ足側に行った方がコントロール性能が良くなってきます。逆に前足側に乗ってくると、これだ、前足でコントロールするターンもあるんですが、おおむね、前足に加重するとテールがずれるターンになっちゃいます。前足ってこれ止まるように回っちゃうので、テールがずれるターンね、初心者の頃にやったドリフトターンってやつになってしまって、しっかりねスピードに乗せて安定したターンっていうのができなくなってくるね。基本的には後ろ足、ね、後ろ足に荷重かけて後ろ足ずらせる人いますか？いないですよねはい、そういうことで後ろ足に荷重をかければ後ろ足がずれなくなるって、すごい単純な原理なんですが、まあターンの時もある程度いろんなね、複合的ないろんなもっといろんなことが関わるんですが、まず重心の位置は後ろにあった方がテールがまずずれないですよってね、覚えてあげて、じゃあその重心を後ろ足にずらすためにこれ膝とくっつけたいと思うんですが、先ほどの内側にしただけだとこれって体の中心にありますよね、軸ね、これだと全然後ろ側に行かないので、この膝の位置をそのままキープした状態で左足の膝だけ伸ばしてみてくださいね。ちょっと後ろ足に荷重かかったの分かりますね。膝の位置は実は結構僕の動画とか見てくれた方で基本姿勢からスタートしてるんで、あ、ここやってなんか後ろ足にこうやって乗んなきゃいけないんだなっていうイメージね、持ってる人が結構いると思うんですけど、単純に両膝が同じように曲がっていって前足伸ばすだけで簡単に後ろ足重心って作れますって、ね、最初にその位置をキープするわけじゃなくてダックスタンスなんで、これが分かればレギュラーもグーフィーもスイッチも簡単に重心の位置ってコントロールできるようになってきて、この膝の位置ってそんなに変えなくていいんですよ。前足の膝を伸ばすで後ろ足荷重になっていきます。ただここで3つ目の動きなんです、上半身なんですが、ただこの状態上半身まっすぐのまんま前足伸ばしちゃうと、ただ後ろ足に乗って突っ立ってるだけなので、今度は前足がふわふわしちゃいますよね。前足がふわふわしちゃうとこれもまたエッジグリップ力が弱くなっちゃって、ターンそのものが安定しなくなってくるので、じゃあ上半身はどうしたらいいかっていうと、こう少し板の上に残したままかぶせてあげる。そうすると、はい、この後ろ足ね乗ってた軸が前足にトンってかぶせると、ポン、前足つく位置ありますよね。でこれをやりすぎると前足荷重になっちゃいます、ね、前足荷重になるので、膝から決めていって、膝内側入れる、前足伸ばす、そして軽く前足にも荷重かかるぐらいに上半身でポンのけて、この位置がイメージとしては顎が前足よりも前に行かない位置、前足よりも前に行っちゃうと前足にすごい荷重かかるのが感じ取れると思います。これが、だいたい顎の位置が前足よりも内側にあれば、その雪質の状況とかターンの質、ターンの種類によってこの上半身の位置だけを移動してあげて、重心の位置を微妙に前後させていってコントロールしていけば、まあパウダーの時だったらより後ろに乗りたくなってくるだろうし、カービングでね、しっかりとエッジがグリップする雪だったらちょっと前の方に攻めていきたいなっていう気持ちも出てくると思うので、そういった感じでいきたい、いければ OK。 今の姿勢でまず、はい、両膝伸ばした状態で立ってください。はい、じゃあ基本姿勢のね決め方いきます。まず膝を前にトン曲げまーすね。で、ブーツの硬さとかバインディングのストラップの硬さによって、あと体重とか脚力によってどこまで曲げれるかっていうのは個人個人変わってきます。ぐにゃって膝入れれる人もいるし、あれ全然膝入んないなっていう人もいるので、まあ体重に合うようなねブーツをそうすれば膝が入りやすくなります。はい、膝をなるべく前の方にギュッて曲げて、曲げた後に膝をギュッと内側に近づけてってあげてください。そうするとだんだんこれが内股の膝になってきます。その状態で前足の膝ピョッ伸ばしてあげてください。あ、そう、この時にね進行方向をちょっとね見てあげるように、そうすると姿勢変わってくると思います。で、前足の膝伸ばしたらこの状態で気持ちいい肩を、はい、進行方向にぐーっと回してっていってあげてください。はい、この時に意識するのはあくまでも顎だけじゃな、あ、目線だけじゃなくって顎、肩、骨盤全部一緒に曲げていく。
で、この時に前足伸ばすイメージなんですけども、足伸ばすってなんかつま先ギュって伸ばしたくなってくると思うんですが、前振りじゃないので皆さんはダックスタンスなので足が横に向いてる状態なので、どっちかといえば、かかとの部分をこう、カンフーキックみたいな。こういうキックしていくようなイメージで伸ばしていくと、膝が伸びやすくなってきます。では、その状態からさっきやったこの上半身被せていきます。で、なるべく、これあくまでもイメージなんですが、肩のラインは、板に対して90度になるように常に意識はしてあげるようにしましょう。ただ、これスノーボードしてると絶対90度にはならないです。そもそも。ならないんですけど、そこをイメージしてないと、どんどん肩のが戻っていっちゃうんで、イメージは90度に持っていくイメージ。特に直角行とかね。イメージを持っていってあげて、その状態で、まず膝作って。そこから、はい、上半身を被せていってあげて、この時に頭が必ず板からぶれないように下げてください。ね。つま先側、かかと側に頭がずれないようにしていって。その状態で、じゃあ顎の位置意識しながら、前足よりも前に出ない位置をキープしてあげましょう。そうすると、はい、肩の力抜いていいですよ。リラックスして肩の力を抜きながらポーンと、はい、膝と顎の位置キープして OK、 いいですね。はい、 OK です。足疲れちゃうので一回戻ってください。はい、なんとなくね、今やった時に、今までのフリーランの姿勢とちょっと意識変わったなって、いつもやってるのとちょっと、姿勢違ったなって勘違いしてたなみたいな人いますか？あ、結構ありがとうございます。ありがとうございます。絶対ないよ。いや知ってた知ってたって。まあ、ね、いろんな方いらっしゃると思うんです。まあこういった感じのイメージね。どうしても反省体の映像とか見ちゃって、ソウル滑りのその姿勢取んなきゃみたいに頑張っちゃうんですけど、今みたいにちょっと考え方を順番に崩していってあげると結構案外この姿勢って取れます。で、結構僕後ろ足の膝なんでそんないっぱい入んのって言われるんですけど、みんな今入ってましたよね。ね、いきなりここからターンしてる姿勢から持っていこうとするから膝入んないだけで、最初に膝を入れた状態で考えてあげれば、後ろ足って普通に膝入ります。確実にダックスタンスの方であれば特に入ります。で、あと膝の後ろ足の膝の先端の位置なんですけど、これはスタンスの角度によって変わってきます。幅が広ければ広、角度が広く取ってれば取ってるほど、この方が見やすいかな、取ってるほど膝っていうのはこのこっち側のこう転がってるんですよね、膝って。なので角度取ってれば取ってるほどつま先側に膝が入ってくる。で、0度になればなるほど逆に内側に入る、板の上に膝が乗っかってくるような感じ。なのでそのスタンスの角度によって姿勢っていうのは見た目全然変わってくるので、必ずその見たこの人の姿勢真似したいなーっていう時に全く真似できるものではないと思ってあげてください。ダックスタンスの場合は必ず後ろ足はこういう動き、ね、ブーツに対してこういう動きになります、ね、どうしても前振りの人っていうのはこういうように膝使うようになるんですけど、それだけだと、ダックスタンスの場合は足首曲げちゃうとこのようにね、膝ガニ股になっちゃって骨盤矯正されちゃうので、そうじゃなくて転がす、後ろ足は転がす、転がしてあげて、素直に自分のスタンスのあるところに膝を持っていくよって意識してあげてください。そうすると姿勢ちょっと変わってくると思います。まあ、今シーズンちょっとねこの辺りをイメージして、まあ、今日これからまた滑りますけど、これからの成長ちょっとそこだけ意識して、滑ってみてください。で、フリーランの姿勢は、いつも滑ってる姿勢と変えると最初絶対滑れなくなります。なぜなら重心の位置が変わるからですね。いつも滑ってた姿勢の重心の位置でターンしている状態の、新しく何かを変えた時っていうのはそもそもの重心の位置が違うので、うまくいかないことがね、多いので、まあ、そこは逆にそこを超えてあげる、ね、慣れてあげる、いつもの滑りに戻しちゃうといつまでたってもね成長しないんで、最初新しいことを取り入れたら一回壊れますので、一回あれなんかすごい下手くそになったの、いや前の方が滑りやすいなーって思ったとしても、そこを頑張ってあげて、自分の中でね、また新しい姿勢だと作ってってあげると、成長できると思いますので、ぜひ今シーズンですね、頑張ってもらえたらなと思います。はい、あとこれ後ろ足の膝痛いなーっていう人いると思うんですよね。どうしてもこの姿勢後ろ足の荷重でこういう風に前足に入れてるので、無理に痛い方は無理にやらないようにねしてあげてくださいね。膝のこれね強さだとか体重とか関わってくると思うので、スペシャルな人にね、
しっかりとこれがねアウトは限らないって、まあこういうのをちょっと意識しながらね今週やっていきましょう。はい、ではね今週今日はね、まずおさらいしますけども、重心の位置ね、重心の位置を考えて、つま先側とかかと側だったら板の真ん中にまずあるね、そしてノーズとテールだったら後ろ足にある、そこをまず重心の位置でちゃんと意識する。そして二つ目は膝の使い方ね。膝の使い方は基本的には両膝は内股に入っていれば OK、ね。で、その分前足の膝は伸ばせばいいですよっていうだけの考え、ね。別に後ろ足の膝だけを思いっきり入れてるわけではないですよっていう考えね。はい、そして三つ目はそれに対して上半身を板の上に被せていって、顎の位置を意識しながら、はい、前後に、前後だからノーズテール側に対して重心移動をかけて、雪質だったりがターンの、ね、種類によって使い分けましょうということを一つ今日お伝えさせていただきます。レッスン動画は以上となります。今回はフリーランの基本姿勢に関してお伝えしました。皆さんは自分の滑っている時の姿勢と比べてどのような違いを感じることができたでしょうか。今回はダックスタンスでの基本姿勢についてお伝えしましたが、基本的な考え方はお店で買ったままのスタンスの角度で滑っている人も同じです。初心者の方は次の3つだけでも良いので覚えておいてください。1つ目、後ろ足重心。2つ目、進行方向を見る。3つ目、上半身を板の上にかぶせる。以上です。この姿勢の練習は家の中でも板を履いてできますので、目の前に鏡を用意して姿勢を確認しながらやると良いです。床に傷をつけないようにマットを敷くかソールカバーをつけて練習しましょう。リフト犬と貴重な時間を無駄にしないためにも、家でどれだけ練習しておくかが重要となりますのでお試しください。今回の動画は字幕などをクリエイターさんに外注してみました。いつもと雰囲気が違ったと思います。いかがだったでしょうか。外注に出すと YouTube からいただける収益よりも外注費用の方が高くなります。本末転倒です。しかしながら、より多くの人に情報を伝え、多くの人にもっとスノーボードを楽しんでもらうためにも続けていきたいと考えています。今はシーズン前なのでリメイク動画を中心にアップしていますが、シーズンに向けて新しい動画ももちろんアップしていく予定ですので、楽しみにしていてください。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。バイ。